Peggy 18. No レジェンドイビルファンンの皆さんこんこにちは、えー、レジェントイビルの、えー、リマスター版のプロデューサーをさせてもらってました、えー、平林と申します,、えーっとですね、おかげさまというか何というか100万人を超える多くの皆様に楽しんでいただいているリマスター版のレジェンドイビルですけれども、まあ、非常にハードなミッションであの、まあ、それを乗り切れたのももう本当に皆さんの応援と実はですねこのハーブのおかげなんですねこれ僕の机の上にずっと置いてたんですけれどもはいえー、っとまあ今。 えー、新しいプロジェクトの方を進めておりましてで、まあ今回はその新しいプロジェクトの担当の方を紹介したいなと思っております、えー、と早速ですけれどもどうぞこちらへはいお疲れ様ですお疲れです、まあ、結構ハードなミッションに新しいプロジェクトもなるかと思うのでこのハーブに癒されながらどうにか頑張って乗り切っていただけたらなと思いますありがとうございますはい。では皆さん僕はここでまた会う機会を楽しみにします失礼します小田です 竹中です次のミッションは相当ハードなものになりそうですがさっきもらったハーブのおかげでどうにか生き残ることできそうです次のミッションというのは実は自分が13年前に手がディレクションしたタイトルになるのですがそれがこちらになりますはいレジデントイーブルゼロですまさか自分がこれをリマスターすることになるとは思いもよりませんでした、まあ、小田さん以外にもたくさんのオリジナルスタッフがこれ関わってるんですよねそうですね はい、そのオリジナルスタッフが手掛けるレジデンティビルゼロは、2016年初頭 PS、PS4、XBOX1 PS、PS3、XBOX360、そして PC と5機種で発売する予定になっております。今日出せる情報は少ないんですけれども、近いうちにたくさん情報出しますので、ぜひ楽しみ待っていてください。